バラエティ番組、しくじり先生、俺みたいになるな、テレビ朝日系、が、9月をもって終了することになった。最近は視聴率も低迷し、暴露する芸能人も大物が、減ってきていたためだが、有終の美を飾るべく最終回に、ベッキーの登場が有力視されているという。同番組は2014年に、深夜番組としてスタートし、高視聴率番組となったため、2015年4月からゴールデンタイムへ移動していた。今年の春に月曜から日曜に、放送日が変わってからは、一桁台の視聴率から抜け出せませんでした。番組内容も明らかに、無理が出てきたため、番組終了することになったのです。テレビ朝日関係者、最近では、上主任や、中川か、レイザーラモン HG とジュータニアンナの、夫妻など、しくじり、が弱いゲストばかりが、登場し、お茶を濁す内容になっていた。しかし、最終回くらいは派手に行きたいと、考えており、最有力候補としてベッキーの、名前が挙がっています。しくじり先生にレギュラー出演している、オードリー、の、若林正京とベッキーは、かつて一緒に別の番組で、共演をしていた旧知の、中、しくじり先生のスタッフだけではなく、若林からもベッキーに出演を、働きかけているそうです。どう？関係者、ちなみに、しくじり先生の後番組は、黒木ひとみと、関ジャニ、の、村上信吾が司会を務める音楽オーディション番組、今夜、誕生、音楽チャンプ、が、始まる予定だ。黒木と村上という、ある意味で意表をついた人選に、早くもしくじってしまいそうな予感が、漂っています。少しでも2番組を盛り上げるために、例えば、黒木がしくじり先生に、出演して、失敗エピソードでも話せばいいのに、という声まで局内で、出ていますよ。黒木がバラエティ番組へ出るのは、珍しいし、あれぐらいキャリアがある女優ならば、一度や二度は失敗したことがあるでしょう。別の、テレビ朝日関係者、しくじり先生の最終回で、暴露するのはベッキーか、それとも、